心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は帯結び解説いきます。例によって何番だか分かんなくなっちゃったから、いっぱいあって帯結び解説いくよ。それじゃあ行っちゃうよ。わかりました、教えてもらった。101番、今日は101番の帯結びいってます。なんで100番飛ばすかっつうと、100番は愛追いやりました。丸帯で花嫁さんの愛追い100回記念ってことで、あれ難しいじゃない。大地あれ解説するっておこがましいなと思ったから飛ばして101番いきます。はい、手が上、手元しっかり開いてください。そうしたら手の先に1/4です。外側に柄が来るようにしてね。それずっと柄があるところまでずっと作ります。で、これ手元を30仮紐で押さえます。これどっちでもいいです。手の柄が短い帯でやるんだったらこの余裕はないから、これしなくてもいいですよ。この帯はちょっと手に余裕があったので、ここにも羽作ろうと思って預けています。そうしたらこの手先、手前の2本を外してもらって、ここにくるりんと今かけたゴム紐にくるりんってしてます。くるりんってしたら輪をくぐらせて向こう側に跳ね出してます。なのでこれはどっちでもいいんだけど、この羽でちょっとこの長さを調節してるってことです。あんまり長すぎちゃうとだらしなくなっちゃうからね、この部分で。1個リボンの片っぽできました。そうしたら今度は垂れ元しっかり開いてください。でここに右と左に羽を作っていきますよ。垂れ元に羽を作るとき、いつも私が意識してるんだけれども、これはこの結び目のこっち側から作ると緩む。だからわざわざこっちにして作ってあげるとカチッといくと思っているので、よっぽど長さに余裕がなければこっちから作ることあるけど、反対側に回してこの結び目をカチッとさせてから羽作ってます。しっかり開きの手前を折って3分の2の羽にしてます。そして裏にひだを取って、ここは容赦なくバッテン掛けで可愛く羽作ります。でこっちも裏側に追いひだ作って、左右に羽作ってますよ。この羽ってこういう3分の2の羽じゃなくても、大きい羽でもそれでも可愛いよ。いろいろ工夫してやってみてね。そうしたらしっかり帯の胴開いて結び目をカチッとはめたら、じゃじゃじゃーん、薄っぺちい枕、薄っぺちい枕いきますよ。薄っぺちい枕で結び目の上に乗っけて羽両方で持ち上げます。そしてカチッと結び目の上に乗せますよ。よいしょ、帯をしっかり上げてください。で水平に引いて枕はきちんと締めて奥に入れます。帯と縦巻きの間に入れてあげましょう。沈めてあげれば、枕の紐をちゃんと沈めてあげると前が低くなれば後ろは上がるので、お背中に直一層ついてきます。きちんとしまってあげてくださいね。忘れちゃいけない帯揚げ、よく忘れます、よく忘れますが、帯揚げの四方の方向ちゃんと確認してね。今っていろんな帯揚げあって、今日私東日本橋の方に着物ちょっと吟味に行ってきたんですよ、午前中ね。そしたらいろんな素敵な新しい帯揚げ
絞りではなくて、こう白金とか白黒とか、この次は2022年はそういうのが流行るのかもね。最後の垂れ先も同じように1/4こうします。そしてねじれないようによく見て、こっち側から輪っか通します。でここにリボン作っちゃうってわけで、リボンできました。でここで太鼓部分を整えて、でいらないなって思う分に関しては胴の中にしまってもらっちゃって構いません。この帯ちょっと長いからいらないなっていう部分ができてしまうから、枕の下から胴の中にちょっとしまう部分があっても構いません。そして太鼓部分、巾着みたいに可愛く作って帯締め通します。あんまり引っ張りすぎるとね、下がってきちゃうからね。帯締めはどんなにしっかり締めても大丈夫です。しっかり締めてください。例えば飾り結びをしようとかって思っている時も、一回はきちんとしっかり締めること、真ん中の結び目を押さえるときはお嬢様に声をおかけすること、そして一回はきちんと締めてから飾り結びに移行していくといいと思います。ちょっとこんな風に形付けをしています。あの右と左が全然左右対称じゃなくてもいいし、その方がリズムがあって私可愛いなと思うんですね。まるっきり同じようなリボンにしなくてもいいし、でただあの縦穴なのか分布なのか、なんとなくそれは分かった方がいいかなと思って、太鼓も小さめに可愛く丸く作ってあげて、高いところでも襟よりも突き抜けて羽が出たりしない、襟に襟肩空きのところで止まっているような羽を作ってあげて、綺麗に溝を綺麗にしてあげてください。撮影の時なんかはへばりついていられたら綺麗にこう整えてあげられるけどね、まあ一日お嬢さんについてられるわけじゃないから、でも安定していてとても崩れにくいです。帯結びどうだった？成人式に活用できるよね。時間も早くできると思います。ぜひやってみてください。はい、楽天夢小町さん、これ中古販売している振り袖です。可愛いでしょ、ラインストーンキラキラだし、バラの花でこんなです。中古販売のところちょっと検索してみてください。手頃なお値段で出てます。帯やそういう小物もきっと全部ついてると思うんで、まだまだ全然十分着れます。実は1回しか、はい、お客様にはレンタルしていないお品物です。検索してね。それでは役に立ったなっていうあなたはグッドボタン、そうでなくてもグッドボタン、やっぱりそれでもグッドボタンで、チャンネル登録みんなしてる？チャンネル登録もしてコメントもくださいね。ズームもやってますからいっぱいお勉強しましょう。それじゃあこれから忙しい時期、頑張れ頑張れ。私も頑張ります。じゃあバーイバーイ。